はい、皆さん、南国のバリ島から、こんにちは、こんにちは、こんばんは、おはよう、ドイバリカチャタのドイちゃんですが、今回はですね、ちょっとまた車で、ヌサドゥアの方まで、まあ、うろうろするということで、まあ、最近ヌサドゥアエリアの情報をですね、皆さんに見せたいので、まあ、どんな感じのかな、今のヌサドゥア。まあ、早速ですが、スタート。はいはい、皆さん、ここがですね、バイパスグラライ通りっていう道なんですね。ジンバランからヌサドゥアエリアの方につながってる、大きな道なんですね。まあ結構有名な道なんでしょう。バイパスグラライ通りっていうか、まあ名前なんですね。で、ここのエリアはですね、まだまだジンバランっていうところで、まあジンバランとヌサドゥアの、まあ間かな、境ですかね。で、ここがムンブルっていうところなんですね。ですね、バリ島の雰囲気が恋しい方はぜひぜひ、まあ、見ててください。それとですね、チャンネル登録をぜひお願いします。まあ、これからですね、ヌサドゥアリゾートのエリアに行く予定、まあ、うろうろする予定なので、まあ、最近ですね、まあ、バリ島に来れない方にですね、まあ、こういうヌサドゥア、まあ、バリ島の情報、を皆さんに伝えたいので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。グッドボタンも忘れなく、ポチッと押してください。ですね、皆さん、ここがですね、まだまだバイパスグラライ通りなんですね。で、ここに、左側の方ですね、高速道路があるんですよ。まあ、海の上の方にある高速道路、まあ、海上高速道路って感じですね。ここの左の方です。まあ、その道はですね、ヌサドゥアからジンバラン、デンパサルにつながっている高速道路ですね。まあでも大体、皆さんがですね、このバイパスグラライ通りを、まあヌサドゥアの方に行くと絶対にこの道を通りますね。まあ一本しかない道なので、まあ例えば、まあ空港に到着して、で、ヌサドゥアに行くと、やっぱこの道に通りますね。まあ雰囲気はこんな感じですね、皆さん。まあ周りはですね、まあローカル感じな場所。まあでも、こういうレストランとか、スーパーマーケットはこちらにありますね。この右の方です。はい。で、ここは交差点があって、左の方にタンジュンベノアというところ。で、まっすぐ行きますね。まっすぐは、ヌサドゥアリゾートのエリア。まあ、こっち、まあ、バリ島でですね、ETDC って言われる、まあ、よく BTDC とかも言われる名前なんですね。まあ、リゾート、南島のリゾートのエリアって感じなんです。まあ、こんな感じですね。はい、ですね、皆さん、ここがですね、そのヌサドゥアに入る道です。BTDC のエリア、まあ、ホテルのエリアに入る道ですね。まあ、こんな感じですね。ここのところに なんていうか、恋しい方は、ぜひぜひ最後まで見てください。チャンネル登録もぜひお願いします。まあ、ここがですね、この門はですね、結構人気な門ですね。で、ここにセキュリティゲートがあるんですね。まあ、ホテル入る前に、ここのセキュリティゲートを入ります。
はい、セキュリティゲートに、まあ、ちょっとチェックされるみたいな感じで、で、中の方には、まあ、こんな雰囲気ですね。すごく綺麗なんですよ、皆さん。ここにですね、たくさんホテルがありまして、まあ、ほとんど5つ星。まあ、グランドハイアット、ウェスティン、メリアバリー、ラグーナリゾート、ノサドアビーチ、ホテルなどなど、いっぱい並んでる、ところですね。クラブメッドとかもこちらにあります。まあ、だいたい20軒ぐらいはあるかと思いますが、まあですね、今は、コロナの影響でやっぱり観光客が少ないということでもあるので、だからですね、こちらで、まあ、うろうろしてる方々は少ないですね。普段はここにですね、観光客が結構うろうろするんですよ。特に、前の方にですね、バリコレクションっていうところがあって、まあ、ショッピングモールですね。こういった頃はですね、全部ホテルなんですね、あそこの中に。なので、今はですね、ちょっと、お客さんがいないということです。ここがですね、メリアバリーラグナリゾートとかもの場所ですね。まあ結構いっぱいあるので、まあ、ETDC ですね、いっぱいホテルがあるので、だからもうここにお迎え来るときにですね、結構迷ってる時はあります。まあ、ホテルだらけですから。はい、ですね、ここが、バリコレクションっていうところなんですね。バリコレクションの裏の方なんですけど、まあ、バリコレクションはショッピングモールなんですね。ここにそごうとかもあるんですよ。あの右の方ですね。でもここが裏の方なんですけど、で、ね、ここの裏にはビーチがあるんですよ。ヌサドゥアのビーチですね。まあよくローカルの人にも遊びに行ってる場所なんですけども、でも今は、まあ、コロナの影響でやっぱこちらのビーチも、まあ、閉まってるって感じですね。ほらあそこに、通行止めになるんですけどね。でここがザ・ベイ・バリ、まあここのエリアはですね、レストランとかがいっぱい並んでる場所なんですね。まあ、ビーチ沿いの方にいっぱいレストランが並んでるんですよ。まあ、値段的にちょっと高いだと思いますが、まあ、観光地なので。で、ここがですね、裏の、まあ、ゲートなんですね。バリーコレクションの裏のゲートなんですよ。こちらの方です。やっぱりですね、人が本当にガラガラですね、皆さん。だって、もう、バリ島の観光はまだまだオープンしてないということでもあるんですけどね。だから大変ですね。ここがペッバイブギオ。で、ここの方はビーチがあるんですね。まっすぐ行くとビーチなんですよ、そこは。はいはい。ですね、まだまだ、ヌサドゥアリゾートエリアの中なんですけどね。で、ここがグランドハイアットとかがあるホテルですね。グランドハイアットに泊まったことがある方は多分懐かしいかと思います。はい、ですね、皆さん、ここが、グランドハイアットっていうホテルですね。まあ、日本人の方も結構このグランドハイアットに泊まってる方が多いだと思いますが、多分ね、すごく懐かしいかと思います。まあ、この右の方じゃなくてなんですね。ここが一応レストランなんですけど、今ちょっとクローズですね。グランドハイアットは、あの前の方ですね。それが真ん前にある、そこ、グランドハイアット。まあ、それはですね、一応まだ、セキュリティゲート、まあ、玄関的な、ここがグランドハイアットですね、皆さん。はい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 。まあ、セキュリティはいるんですけど、でもね、観光客が、ゼロですね。まあ、こんな感じですね。今のヌサドゥアのエリアは。今は3月のヌサドゥアエリアはこんな感じです。2021年の3月
は今こんな状態ですね。まあすごく綺麗なエリアなんですけどね。でまたまっすぐ行きましょう。あそこにもですねたくさんホテルがあるので、なんていうかな、コンラッドじゃなくてそこはノーホテルのサドワとかですね、アヨーディアリゾート、コートヤード、まあ、マリオットホテルとかはこちらになります。ホテルエリアの中なんですけどね、この左の方はアヨディアリゾートで、ノーボテルウサドアとコートヤードホテルですね。ここがほら全部ホテルなんですけどね、ここアヨディアで、そこがノーボテル。まあ大体ですね、今の3月のウサドアはやっぱりガラガラですね。はいはい、今はですね、うちのスタッフのジュリちゃんと一緒にいるんですけど、ジュリちゃんがね、今日は運転してもらってウサドアをうろうろするっていう感じなんですね。皆さんぜひ、チャンネル登録とグッドボタンを忘れなく押してください。まあ、いろんなバリ島の情報を載せるので、まだまだ、ウサドアエリアはちょっと散歩しましょう。はい、ここがですね、まあ、メイン通りですね、ウサドアの、ホテルの、まあ、リゾートエリアのメイン通りですね。で、ここが、その、バリコレクションとかがある場所ですね。この右側の方はバリコレクションですね。これがバリコレクションなんですよ、皆さん。でも、ね、見てる通りは、すごいガラガラでございます。こんな感じですね、バリコレクションガラガラですよ。まあ観光客もですね、全然散策してる方々、観光客がいないっていう感じでね、早くバリ島の観光は、再開するといいですもんね。こんな綺麗なバリ島はですね、皆さんが絶対すごく恋しいだと思います。まあ、ここのエリアのホテルはですね、ほとんど5つ星ということで、まあちょっとね、高級なリゾート、まあ高級なホテルなので、まあのんびりには、まあ結構、まあ新婚旅行とかのんびりしに来るんだったら、こちらのエリアに泊まるのが、まあ、最高だと思いますが、あ、ここが、中心ですね、真ん中のウサドアエリアの真ん中ですね。ちょっと向こうまっすぐの方行きましょうか。はい、ここもですね、ヌサドアビーチホテル、メリア、まあ、カユマニスヌサドアとかがある場所ですね。まっすぐ行きますと、そこがクラブメットと、ソフィテルヌサドアとかがあるところです。まあ、すごく綺麗なエリアですね。ワルタバリ、まあでもこの道はですね、まっすぐ行くと、まあ、北の方の、ゲートになるので、でも、向こうのゲートはですね、多分閉まってるかと思います。まあそこに通行止めになりますね。まっすぐ行くと
がクローズです。クラブネット、マスビックマットのクラブネットですね。で、ここがですね、グランドウィスホテルの、この左はクラブメット、右はソーフィテルのサルワですね。こんな感じです、皆さん。はいはいはい、これがソーフィテルですね。ここには、セキュリティゲートみたいな。そこがですね、ソフィテルのセキュリティゲートですね。まあ、たくさんホテルが並んでるエリアっていうことですね。わあ、天気もですね、すごくナイスですね。はい、皆さん、ということでですね、ヌサドゥアリゾート、こっちでイティリシ、ビティリシのエリアはやっぱり今の状態はですね、すごく、ガラガラっていうことですね。バリ島の観光が早くオープンしてほしいですもんね。僕らも早く仕事したいっていうことなんですね。いろんなバリ島の情報載せるので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今はですね、ヌサドゥアリゾート、高級リゾート、バリ島にある高級リゾートエリアからお届けしています。ヌサドゥアは今そんな感じでした。やっぱりですね、ガラガラでした。で、またぜひ、いろんな動画載せるので、チャンネル登録をお願いします。それで、ドイちゃんでした。